Riverside Radio 優雅のリバーサイドラジオ、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、シンガーソングライターの優雅です。リバーサイドラジオ第11回目ということですが、5月、今月はですね結構ライブがあって、第2週目と第4週目の週末は、ライブだったんですけれども、フジ&さんに始まって、香川のたまも音楽祭、カウ&マウス主催のね、あと森道市場と麦の時音楽祭ですね。いや、どれも本当にいいフェスでしたね。なんか本当に三者三様、四者四様なんか本当にこう、フジ&さんはねあいにく雨だったんですけれども、なんか私が歌う時はちょうどあの雨が上がっていて、もう本当にこう空気が美味しいというか、なんか空気がツヤツヤしてる感じで、富士山は見えなかったけど、でもなんかこう森のイオンが本当に気持ちよくって、で千葉さん、ベーシストの千葉弘樹さんとデュオだったんですけど、本当にかっこいい演奏でしたね。なんかこうぐっと来ましたね。来ていただいた皆さんありがとうございます。その次の日はですね、香川に飛んで、たまも音楽祭、いつもツアーでお世話になってる、カウ&マウスさん主催のイベントだったんですけど、いろんなねミュージシャンが、カウ&マウスならではのメンバーというか、本当になんか場所もすごい素敵で、畳と木の、まあ、木造の、あの場所だったんですけど、なんかすっごいこう、なんだろう、ステージも何もないという言ったらちょっとあれだけど、でもなんかこう全てが地続きというか、同じあのお客さんと同じ位置、同じ高さだったので、なんかすごいこうリラックスして、なんかみんなと本当に同じ目線で音楽を楽しめたなと思って、すっごい素敵なイベントでした。それで先週ですね、先週末は魔法バンドと、森道市場、もうすごい楽しかったですね。本当に楽しすぎて、楽しかったですねもうなんかこう結構たくさんの方がサーカスステージ、私たちが出たのは結構奥の方で、来るの結構遠いんですけど、でもたくさんの方が見に来てくれて、とっても嬉しかったです。演奏もとっても良かったし、多分あの魔法バンドの演奏となんかもう素晴らしくて、2018年ぶりだったからね、結構久しぶりだったんですね。5年ぶりか。だから魔法バンド結成の年からって考えると、結構なんか、なんだろう、成長を見せられたかなって思うんですけど、どうでしたかね。あとはその次の日は藤原さくらちゃんと麦の時音楽祭、埼玉のあのビールの小江戸ってあるじゃないですか。小江戸の醸造所で、フェスだったんですけど、そこもすっごい気持ちいいところで、なんかねすごい開けてて、でキャンプしてる人が結構いて、で私たちがさくらちゃんと演奏するときはね、日が暮れる前ぐらいだったんですけど、本当に天気が良くて、リハの時はねほっぺが焦げる
焦げたかなって思うぐらい日差しが強くって、なんかカリカリになっちゃったらどうしようと思ったんですけど、大丈夫でした。で本番はすごいね、いい感じに日差しも落ち着いて、なんかなんだろう、なんか今こう私が話してるぐらいのテンション感でというか、こうリラックスした感じでさくらちゃんとライブができて、なんかすっごい気持ちよくって楽しかったなと思って、なんか何にも考えないでそれこそステージ上がってさくらちゃんと お茶してるみたいな感じでライブができて、とっても楽しかった。初めましての宮下康介さんというペダルスティールの素晴らしいミュージシャンとご一緒できて、とっても楽しかったですね。さくらちゃんの歌を歌わせてもらったり、私の歌を歌ってもらったり、カバーをやったり、あとさくらちゃんに歌ってほしいなと思った新曲があったので、それを一緒にやったり、楽しかったです。そう、なんかライブがまあ続いてたので、結構そのライブ以外の時は割おとなしく家にいたんですけど、なんかもう家にいてこうじっとしてるのもなと思って、まあ、体調ものこともあったので、こうなるべく穏やかに過ごそうと思って、それでベランダの植物をちょっと手入れして、新しくお野菜の苗とかも買ってみて、でね、なんかまあ昔からちょっと気になってたんですけど、皆さんコンパニオンプランツって知ってます？いきなりちょっと植物の話になってすいません。なんかコンパニオンプランツっていうのがあって、まあ、その例えばまあすごい分かりやすい例で言うと、トマトとバジルとか、こうナスとシソとか、そういうこうお互いにいい作用をこう起こすその野菜の組み合わせっていうのがあって、でなんかコンパニオンプランツってなんかその名前がそもそも可愛いじゃないですか。なんかイエーイ肩組んで、なんか野菜同士がこう肩組んでる感じがなんかすごい言葉から連想されるんですけど、なんかそうで、それをね、なんかこうもうちょっとちゃんと調べたい知りたいなと思って、本を買って、ね、いろいろふんふんと思って、でまあベランダなんでね、そんなに場所はないんですけど、トマトとバジルと、あとシシトとイタリアンパセリとか、あとチコリとルッコラ、あとね、なんだっけな、あとはナスも植えました。ナスとシソ、あとマリーゴールドも一緒に植えました。あとトマトとマリーゴールドか。そう、なんか結構いろいろ植えるとなんか見た目も可愛くて、なんかすっごい癒されたんですよね。なんかこれが、あ、まあ土の中でこうお互いにいい作用する植物もあれば、まあ地上でそのトマトとかのね、青臭い匂いをこう嫌って虫があんまりバジルにつかないとか、なんかそういうのがあって、なんか すごい、あ、私たちはこう人間の目にはこう見えていない世界で、あ、助け合って生きてるんだなって思うと、なんかそれがすごいグッとくるっていうか、なんかこういう風になりたいって思って、なんかすごいこうなんかふんと思って、こう野菜を見ながら勉強してます、人生の。なんかね、でトマトとか結構、まあもちろん今回はね、なんかよしやろうって思ったのがちょっと遅かったので苗を買ったんですけど、なんかでもその苗からできたトマトとか本当に美味しくって、なんかこうなんだろう、本当にトマト、純粋トマトっていう味がして、まあ、なんか他のスーパーでもちろん買ったお野菜も美味しいんですけど、なんかやっぱり愛着があるから、なんかさらに美味しく感じていいなと思って、
今はねシシトウがね一番花って読むのかな、なんか一番先に咲く花はもう咲いたらそれは切らないといけないんですけど、あとが育ちやすくなるように、なんかその一番花が咲いて、でその花を摘んで、で結構ね色いくつぐらいあったかな、まあ、10個はないぐらいだけど結構花が咲いてきて、なんか何かがここから出てくるんだろうなっていう、シシトウがここから出てくるんだろうなっていうのが見えてね、とっても楽しいです。なんかルッコラとか葉野菜はなんか本当に味がめちゃくちゃ濃くてすごいんですよね。なんかに苦いってなって、うわ苦すぎるって思うんだけど、なんかそれがすごいこう体にいい苦さな感じがあっていいなと思って。でも私こうもともとあんまり虫が苦手なんですけど、特にこう芋虫系が苦手なんですけど、そのベランダでこう植物とかをこう育てたりするようになってから、まあずっとヒーキャーとかって言ってたんだけど、でもこれ植物が好きとか言っているなら、なんかやっぱこういうね虫とかもなんか慣れないといけないなと思って、なんかいろいろこう自分で調べて、なんかこう虫克服仕方みたいなこととか結構調べて、でなんか結構なんかそれで結構なんだろう、虫に対する気持ちが変わったんですよね、ここ数年で。なんか今まではなんか無条件に怖いと思ったり、なんか嫌だとか思ったりしてなんかキャーとかなってたんだけど、なんかまあ今も見つけたら、なんかこの間もシソに穴が開いてて、あこれは誰かに食べられてるなと思って裏を見たら青虫がいてうわーと思ってヒッと思ったんだけど、いや待てよ優が、今私は何に対して叫んだんだ、何に対してヒッて思ったんだって自問自答するようにしたんですよ。なんかでその自問自答すると、あれそういえば私はこの虫より何千倍も大きい体で、きっと虫からするとなんかうわーって言ってるようなことじゃないですか。私はヒーって言ってもうわーってすごい怖い声で叫ばれても、そっちが怖いに決まってるじゃないですか。しかも、まあ、飛んでくる系の虫だったらあれだけど、イモムシとかだったらなんかそこから私に襲いかかってくることはないし、なんか別に本当に何にも害、私が恐れていることってないんだなって、起こることがないんだなって最近なんかこう当たり前だけど思うようになって、なんかそこからこうなんだろう克服しましたというか、まあそんななんかめでたりはできないけど、触ったりしてできないけど、こう遠くっていうかこうまあ葉っぱ越しにこう見て、あ美味しかったみたいな感じで聞いてで、そのシソについてた子はなんか可愛かったから、まあ、近くの公園まで持ってって、自転車で右手にシソと虫を持って近くの公園まで行ったんですけど、風が強くてなんか途中でうわーみたいな、青虫がうわーってなってて、あごめんねと思って、でシソでもシソから穴が開いてるから、食べた穴がね、なんかそこから青虫が落ちちゃうんじゃないかなと思ってドキドキしてたんだけど、でもそれを風呂敷のように虫を包んで、それで近くの公園にリリースしましたご飯がありそうなところに。なんかああいうこう虫ってどういうとこから来るんですかね。なんか1階に住んでるわけじゃないのにどこから来るんだろうなと思って、毎回なんかそういうセンサーみたいなのがあるのかな、ここら辺には美味しそうな葉っぱがあるって、なんかそういう感覚とかってなんかかっこいいなって思いますね、生き物として。そうなんかすごいコンパニオンプランツハマってて
本もねすごい面白いから、皆さんもよかったら見てみ、なんか調べてみてください。なんかこういう風に助け合って生きていきたい思いますね。そうライブがあったから、まあ今日は今月は家でゆっくり調子を整えてライブに向けていたよっていうお話でしたなんかいきなり終わってしまったそう今日はライブの感想と、あとお野菜、まあ本当にタイムリーな、5月何してたって言われたら野菜を育ててた、まあ、私は育ててないけど、みんなじゃない、土と太陽が育ててくれるんだけど、私はそれを眺めてるだけで、でもなんかすごくこう小さな世界と人と人の大きなそのフェスとかの世界をこうなんかこう行き来した、なんかすごいいい充実した月だったなと思って、振り返り会でした。ありがとうございます。なんか早口で、なんか虫のことになったらすごい早口になっちゃった、すいません。でも皆さんよかったらコンパニオンプランツ調べてみてくださいね。じゃあ、ここの今日はこの辺でお別れしたいと思いますが、7月はツアーがありますので、皆さんお近くの方はぜひ、7月1日は福岡の糸島というところですね。で2日が福岡で、3日が熊本、7月9日が東京プラネタリウムで、13が名古屋、14が大阪あります、よければお近くの方ぜひ来てください。魔法バンドと共に伺います。それではてんちゃんここにいますが、今日は喋んなかったね。では今日はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。優雅でした。